はい、皆さんこんにちは、ワンダルケルフィジです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。永遠の4クワトロ隊が地球から空に帰還し、メラニー会長の命を受け再びアーガマへやってきた。我々は会長の命で地球圏へ接近中の元ザビ家の残党軍アクシズと交渉したが、アクシズはキターンズと手を結び、状況は泥沼化する一方だ。アーガマは現在カラバが展開中のキリマンジャロ基地攻略の支援のため衛星軌道上で作戦に当たっている。百式がコントロール不能、落ちていきます。カミユが追っています。聞こえるかカミユ、カラバと合流しろ。聞こえているな。そこの怪しいやつ。ベーン。大丈夫か、フォー。バイアランですね。バイアランはなんか格闘が強いイメージがありますね、バーサスシリーズの中では。やっぱり接近してくるな。なのでちょっとここはあまり接近せずに射撃戦で倒していきましょう。あなたのことをもうクワトロ隊とは呼びませんよ。あなたはシャーアズナブルに戻らなくてはいけないんです。そうだな、カミーユ。はい、永遠の方、ステージの名前からするとまた最高ガンダムとの戦闘があるかなと思ったんですが、戦闘はねジェリドのバイアランでしたね。では、今回は少し短いですが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。